遠い未来の地球、世界は壊滅の危機にあり、終焉の時を迎えていた。滅びつつあった人類は、環境を正常化するための巨大な装置バーゼルの中で何とか生きながらえていた。そんな終わりゆく世界で生きる3人、壊滅した戦闘部隊の生き残りバシュロン。俺は肯定も否定もしない、大事なのは自分の感情だろ。進学校での惨事を引き起こした少年ゼファー。俺が生きていること自体が神様の否定さ。命を落としそうになった時にゼファーと知り合った女リーンベル。夢は叶えられない人たちが作り出すもの。3人は報酬と引き換えに様々な依頼を受け負う PMF として生活している。宗教指導者であるカーディナルからの依頼や、ギルドに集まる町の人々からの依頼を PMF としてこなしていく。ならばもう一度調べてきてもらおう。さまざまな依頼を引き受けながら物語は進んでいく。拠点となる町エベルシティには主人公たちのアジトやギルドの他に様々なショップも点在している。ブティックで衣服やアクセサリーを購入し、様々なコスチュームに着替えることができる。衣装デザインには新進気鋭のデザイナーたちも参加。街やダンジョンはもちろん、バトルシーンやムービーシーンでも衣装の変化が反映される。他の階層への移動はエレベーターを使用する。バーゼルの世界は重層的に広がる。バーゼルの機能低下によりアクセスできなくなったエリアを開拓し、行動範囲を徐々に広げていく。バーゼル内には危険なエリアも数多く存在。誰も足を踏み入れることができないと言われているエリアも存在する。エンド・オブ・エタニティのバトルで鍵を握るのが、移動しながら敵を攻撃するインビンシブルアクション。簡単な操作で移動しながら攻撃ができるので、誰でも派手なアクションを繰り出すことができる。さらに3人のキャラクターによる同時攻撃がレゾナンスアタック。3人同時攻撃で大ダメージを与えることができる。また打ち上げや追撃、打ち落としといったバトルアクションが可能。これらの特殊攻撃を効果的に使えば、追加ダメージを与えたり多数のアイテムを手に入れたりすることができる。武器は大きく分けて3種類。種類によって武器の特性に違いがある。また武器は手に入れたアイテムを使ってカスタマイズすることができる。手に入れたアイテムを分解し素材を入手。素材を合成することで武器のカスタマイズパーツや特殊な銃弾を作ることができる。作成したパーツで武器を強化しよう。さらに敵の特性に合わせて炎や氷など属性効果のある特殊な弾丸を使えば、手強い敵を攻略することができる。主人公たちはさまざまな依頼を引き受けるうちに、バーゼルに秘められた真実が引き起こす運命の激流に飲み込まれていく。不条理な死を感受すべきだった。私たちで作りましょう。理論と感情が融合した新たな信仰を。
大切なものはこの手の中に。